ルで言うとうなぎのね、土用の牛の日は、あーそうだ、平和県内が考えたって言います。何なの、知り合いのうなぎ屋の人が、うなぎが売れないと、売れへんって悩むんですよ。元祖だから広告代理店ですね。そうそう、その、うん、コピーライターみたいな。あれでも何も意味ないんですよね。土用の牛の日ってうなぎ屋にとにかくその看板飾っとけっつって、うん、でうなぎ屋の前通るじゃないですか、うん、あれ土用の牛の日ってなるんですよ。うなぎ屋だもん。街中で噂になるんですって、土用の牛の日ってうなぎ屋になんか書いてあったぞって言って、うん、そしたら実際土用の牛の日になったらうなぎ屋に行列ができて、次の年からもうそれが定着する。土用の牛の日で売れるには何の意味もない。何にもなくて、いやいや、一応ね、土用の牛の日にうのつくもので黒いものを食べるといいという民間伝承が、あるんだ。なんでそんな民間伝承知ってまんの